実は築10年経ってるということで、多分この人とは合うだろうなっていう、はいはいはい、すごくそういう感覚が。なるほど。細かく指定したのは、はい、こういう配線のところ。ああ、まあまあコンセントとかはね、会社を続けるで守り続けるっていうのが千葉の本当のホテルの役割なので、うん。はい、こんにちは、本田です。今回ですね、コモド建築コバさんの方で建てられたオーナーさんのインタビューをさせていただけるということで撮らさせていただいております。今日はすいません、よろしくお願いいたします。お願いします。実はですね、こちら今もう建物映ってるんですけども、オーナーさんのうちにちょっとお邪魔しましてですね、先ほどルームツアーを、撮らさせていただきましたので、このルームツアーね、もうすでに公開されてると思いますので、よかったらそちらもこの下の動画の概要欄と貼っておきますので、そちらもぜひ、見ていただけたらと思うんですけども、そのお家にですね、住まれているオーナー様に、このお家に住まれた感想等も含めてですね、根掘り葉掘りと、聞いていきたいと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。実はですね、こちらルームツアーをね、撮らせていただいたときに、まあまあ驚いたんですけども、実は築10年経ってるということで、まあ築10年ね、こう木の家にね、住まれたオーナーさんの声っていうのがなかなかあまり聞く機会もないので、この動画をね、今見ている方っていうのは、今から家を建てようと、されている方がたくさん見ていらっしゃいますので、その方にね、参考になるようなお話も含めてさせていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。まずですね、きっかけからお聞きしたいんですけども、10年前に飯田寮コモド建築工房にたどり着いた経緯っていうなんかあるんですかね。結婚をして、はい、当時はアパートに住んで、はい、まあ、今この家が建っているところが私の地元なんですが、はいはいはい、ゆくゆくはこっちに引っ越しをして、うん、まあ、家を建てようっていう思いはまあもともとあったんですね、はい、当時は県外に住んでたんですけど、ほうほうほう、まあ、宇都宮とか、うん、まあ、その周辺どっかで建ててくれないかなっていう、はははまあ、そういう思いでちょっとずつ調べはしていて、はい、なるほど。ただ当時はじゃあ家ってどう建てるのよくわからなくて、はい、とりあえずは近くにあった総合住宅展示場、はい、よくありますよね。やっぱ行かれたわけですね、はい、で、まあ、いろいろお話を聞いてきて、はい、いいか悪いか別として、うん、めちゃくちゃ家でかいなんか匂いがするのとか、うん、リビングの天井高くて明るくて、そうですね、はい、うん、で、まあ、どこもそんな感じで、はい、それにすごく違和感がありました。はいはいはい、ちょっとそういうメーカーさんにお願いするのは違うなじゃないなと、はい、でじゃあその設計とか、はいはいはい、まあ、そういうことをしている方の方がいいのかなって言って調べ始めたのが、うん、出始めた3年前ぐらいかな。おお、はい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 、ね、実際まあ調べて、うん、そういう設計をされている方、まあ、実際飯田さんしか声かけてないんですよ。はい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 、できっかけは当時のホームページがあって、うん、はい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 、そのホームページがすごくこう素直に飯田さんの思いが表現されている。はい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 、それをずっと読んでいくと多分この人とは合うだろうなっていう、はい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 、すごくそういう感覚があって、なるほど、でお声がけをした、はい、そこにでもそもそもそのコモドさんをこうどういうふうに調べていたたどり着いたんですか。ネット検索ですか。ネット検索かなんか言ってましたね、はい、こうキーワードを入れ て、そうですね、なんかあの何のキーワードを入れたらここにたどり着くんですか。どういう意味ですか。とか建築事務所が紹介されているサイトがありまして、で5ページ目ぐらいにしか出てこないんですよね。あ、そうです。だいぶ深掘りしたんです。そうです。そこで引っかかったのが飯田さんのところ、うん、なので、うん、特に木の家に住みたいとかない、うん、あ、なるほど。そういう要望があって見つけただけでなく、ななホームページを見て直感で、うん、多分この人とは合うだろう。おお、じゃあ人なんですね。人です。ああ、ね、なんすか。いや、ちょっとインタビューっぽくしようが。人なんです。そうです。はい、で声掛けをして、はい、最初は事務所に伺って、まあ、少しお話をしたり、その後当時住んでいたあの、うん、アパートですけど、うん、で来ていただいたり、うん、何度かあのお話をして、特にその時設計がどうとかっていう話はしないで、はいはいはい、任せて大丈夫かなっていう感覚があって、うん、もう任せようと思ったのは何回目ですか。あってホームページ見ていけるかなと思って行って1回目、いや1回目の帰り道に、うん、なんかここになる気がするっていう話をして帰ったのを覚えてます。
ニヤニヤが止まらないですよ。すごい。やっぱり考えてる時間が多分すごく長かった。ああ、はい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 。なんでその展示場に行った時のこの家が嫌なんだろうかな。じゃあ自分はどういう家だったらいいのかなとか、そういうことを考えてる時間が多分すごく長くて、本当に1年以上そんなこと考えていたので、ずっと考えてたことが話してすっきりして、多分任せて大丈夫。じゃあその後はもう他の会社は見に行くこともなく。ないですね。一応念のため。お、念のため。お、どこ行きました？住友林業さんのお声掛けはして。なるほど。設計もしてもらいました。お、そうなんですね、はい、当時は有料でした、無料でした？いや、いや5万円いくらか、その土地のやつとかで。あ、そう調査費用みたいな形で。あ、はい、なるほど、なるほど。まあ設計まで進んで、別にそれがとか悪いとかじゃなくて、やっぱりしっくりこない。なるほど、なるほど。なんとなくこう合わないという。それでも住民の方の営業さんとは話があったから、設計までは進んだけど、はいはい、なるほど、なるほど。合わなかったら多分進んで。なるほど、なるほど。片方から選ぶのがすごく辛かった。ああ、そうですね。クロス何にしますか、キッチン何にしますか。ああ。とはいえ、まあ。まあ、よく一般的な大手ハウスメーカーってどこか皆さんこう安心っていうのがあるわけじゃないですか。価格は高いけど住友林業だったら大丈夫だろうみたいな安心がある方や、ってなった時に、その辺のそういった不安とかって逆に頼んで、打ち合わせしてる時とか、まあ、建築としてる時も含めて、何かこう工務店に頼む、小物建築工房さん頼むことに対してこう不安とか、なんかそういうのものっていうのは全然なかったですか？不安を感じるようなことで止めてない気がします。設計をするにでもそうだし、まあ、いろいろお話をするっていうのもそうだし、お願いしたいことはお願いしていたし、はい、それに対してフィードバックももらっていたと思うし、はい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 、不安を残してもう時間がないから建てましょうみたいなそんな感じで進めてない気がする。今のタイミングはね、別に何かなんかこう来年住みたいとかっていうのもなく、もう建てるタイミングで建てますっていう感じですよね。あ、それはキーワードかもしれませんね。結構お客さんで多いのは子どもの都合でとかで、どうしてもここまでに住みたいから打ち合わせはここまでにね、工務店決めないといけないっていう決め方してる人って焦って決める方が多いんですよね。で、先ほどの小野さんの話で、そういうんでもなく打ち合わせが終わったから建てようかみたいなぐらいの感じのゴールをね、ここって絶対決めてないっていうのはすごくやっぱりいい方向に、まあ、進む可能性は高いかもしれませんね。奥さんも実はそんな同じような感覚ですか？特にちょっとっていうのなく、ね、当時飯田さんがまだ一人でやられてたんで、はい、かなり打ち合わせの回数を多く取ってもらって、よかったですよね、はい、一緒に正面に。なるほど。あとあまり進まないけどお話、はは、雑談したりとか、そういう機会がすごく多かった。どっちかっていうとなんか価値観のすり合わせっていうか、なるほど、なるほど、信頼関係みたいなのがゆっくり気づけたかなって思って。なるほど、なるほど。実際じゃあその、ね、じゃあ設計お願いしますってなって、うん、図面書いてもらいました。こういろいろ多分ヒアリングがあって飯田さんがこう書いたと思うんですけど、そのファーストプランをですこう見た時の印象とか、はい、なんかそういうのって10年前ですけど覚えてますか？プレゼンの資料も作っていただいて、なるほど、お話しいただいて、設計に対して、うん、例えば間取りがどうとか、うん、そういうことに関してそんなに重要視しなくなってました。はいはいはい、少なくともそういうプレゼンを受けた時までは、そういう話をそれまで重ねてたからって感じですか？そうです、ね、だからそれがまあちゃんと伝わって、思いも伝わっていて、それが図面にちゃんと落とし込まれてたから、そんなに何ですか素晴らしいな俺お願いしてから、じゃあお願いしますって言ってから設計のファーストプランが出るまでは何ヶ月ぐらいあったんですか、期間でいうと。まあ、逆に何回打ち合わせしたとか、まあ、何回話し込んだとか。10回以上は話した。半年ぐらいだったと思います。そんなに出さなかったんですか？そういうわけじゃないんだけど、はい、なんか設計するしながら
このプラン大体出来上がって、うん、でそのプランをちょっと見てもらってっていうこともしないで、うん、自分の中でできたものを言葉だけでこういう感じって好きですかとかっていうのを聞いてすり合わせてちょっと直したりとかして、うん、でもこれだなっていうものじゃないともう1回で決まらなかったらお気に召されるし、うん、僕も戻したくないから、うん、その一発で決める、で期限がなかったからこそもうあのちょっとじっくりね、なるほどね、いただいて、で半年間もらってもうこれですっていう感じで、なるほどね、そう思いましたね。当時本当に設計始められる多分前だと思いますけど、お話ししてる中でお伝えしたことって、うん、とにかく暗くて低くてルームツアーの時も言われてましたけど、とにかく暗くしてくれと、低い家がいい、おそれでも多分一般的には珍しいご要望だと思うんですけど、それは何を感じられてそう思われたんですか？おそらくそのメーカーさんの家を見てなんか違うなって思ってたのが、明るすぎるし、うん、広すぎるし、はい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 、それが自分が住んでるっていう実感が全く持ってなくて、はい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 、なるほど、じゃあ自分が住んでるところのイメージを頭の中でいろいろ思い描くと、うん、なんか地面に近いんですよね、うん、地面に近いところに住んでるし、家の中明るくみたいな、うん、そういう暮らしじゃなかった、うん、奥さんも一緒で、はい、あのお互い実家が全く違うタイプのお家があるんですけど、はいはいはい、どちらも割と暗い、あ暗くてまあ、落ち着く、うん、いやなってもう人は暗いと思うかもしれない、それが当たり前で、はい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 、それが、まあ、家族は気に入っていたっていうのがありました。うん、気に入るもののスクラップブックみたいなして、はい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 、多分キーワードそれぐらいしか伝えてない、うん、もらってないですよ、まああまりの衝撃的すぎるわけですよ、暗い家作ってくれ天井高もだからこの家低い、うん、2100ぐらいなので、うん、でもそんな家ないんですよ、見たくてもない総合展示場に行って2100の天井たらまあないでしょうね、あ、まあ、そういう面で若干不安がなかったかといえば、まあ、そうなるかもしれないけど、うん、まあ、そういう思いも伝えた上であの設計されていきましょうって言ったら、まあ、いけるでしょうなるほど、あるわけですね打ち合わせ進めていく中でなんか今ちょっとそこにこう図面がたくさん並んでるんですけど、はい、まあまあな図面量ですね。そうですね、これはまとめたやつですけど、はい、これはあの立ててる時に作ってもらった図面で、はい、打ち合わせの時にいろいろいただいた図面を自分で製本をして、はいそれを残してくれてるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいですよね。10年前からこれ使ってたのでちょっといいですか変わってないんだ。変わってないです。奥様とご主人の要望をそれぞれ面々で聞いて、で計画概要を、あと来客が多いかとか、あと全体的なアウトラインの住まいの対してのアウトラインと、まあ、玄関どうする、うん、子供部屋どうする、和室どうする、リビングキッチンどうしたい、で何置くとか、なるほど、この辺はまだ今も使ってる、うん、これは今もずっと変わらずですね。うん、で我々はそういうのをもらって、はい、細かく指定したのは、はい、こういう配線のところとか、あ、まあまあコンセントとかはね、はかなり細かく話をしたのと、はい、まあ、持ち物まとめて、うん、収納周りは結構細かく我々の方でだいぶ決めていらっしゃるって言ってましたもんね。案は出しました、ね、作る時点でこういう絵描いたりして、うん、なかなかこう立面図だけだと天井低いんで、はい、サイズ感がよくわかんない人型のねこれ私、これ私、なるほど、これ妻、なるほど、で図面の縮尺に合わせて作って、はい、それを移動してこれ張り替えられるのでポストイットになってるから、こうなるほどなるほど、
これが高さかな、ね、高さかなって。でここあの玄関の窓ですけど、ああなるほど、正面のところですね、はい、の少しちょっと低くしようとかっていうのをこういうので見たりしながら、まあ、決めてました。伊沢さんどうでした、細かかったですか我々。うん、あ細かい。でも何ですかね、細かいけどうちの人たちってに限らず、はい、基本細かい方がほとんどなんですけど、ただその細かいっていうところのニュアンスで、要するに住宅に対する愛がすごい強いから、うん、ああしたいこうしたいっていうのが思いをぶつけるのにこういうツール作ってきてくれて受け取って、でそれをフィードバックするじゃないですか、うん、でそれに対してまたフィードバックしてくれるっていうのが、まあ、それの繰り返しなんですけど、それを面倒くさがったら誰のための家なのってなっちゃうから、うん、それは全然苦にはならなかったですね。あ、そうですか、うん、全てが全て叶えられるものでもないでしょうし、ここもうちょっとこうした方がいいよなっていうものは提案させてもらってつもりでございますけどね。実際これでまあお話が進んで契約になって工事が始まってからも特段何も揉めることもなく、もちろん、ね、ちと揉めたことってないですよね。ないですね。まあ建具がねちょっと動かなくなっちゃったとかそういうのはもちろんあるけど、それはまあ木建てなんでね、うん、水が漏れちゃったとか雨が持ったとかというのはそんなのね、揉めてることじゃない。そうそう、揉めてはない、そもそもね、事故なので。そう、飯田さんのところがなのか他のところもそうなのかわからないですけど、飯田さんのコミュニケーションと同じぐらい大工さんとか建具屋さんとか、うん、あともお話をさせていた。へえ、はい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 、それ現場でですか。はい、へえ、うん、結構来てくれましたもんね、今ね、そんな時に積極的に焚き火囲んだり。ああ、ありましたね、すごい。今じゃ怒られますよ。そう、気になるところとか特になかった、うん、なかったですよね。ただそれだけ図面ちゃんと詰めてたし、イメージ違うんだけどっていうのもなかったし、たまに言いますけど、ここまでやってるんで、うん、もう頭の中では済んでるんで、もう出来上がっちゃってるんですね。済んでますね。だからそれがまあ形になっていく過程がそんなにズレがなく、ああ予定通りだなっていう感じで進んでいったっていうか、うん、そこまでやっぱり密に打ち合わせができたっていうのは、うん、これやっぱりまあ地場の工務店さん含めね、あのやっぱり強みではありますよね。そうですよね。やっぱり機械的に打ち合わせは4回までだよっていう風によく決まられたりとかね、もう先ほど奥様言ったカタログの中からさあどれみたいな、持ち込みあダメですみたいな、いうのが多い中でですね、やっぱ僕ら地場の工務店さんの、まあ、その良さというかね、いうのはやっぱそういうところにはあるのかなというのはやっぱり思いますよね。とはいえこれだけ注意したいのなって僕は思うのは、うん、御用聞きにだけはならないように、あ、はいはいはい、あれやってこれやって、はいかしこまりましたは絶対言う。そうですね、僕もその増部さんにこうねいっぱい書いてもらって面倒くさいなとかって言われても、僕も共感するから面倒くないんですよ、うん、これが何言ってんだこいつっていう要望とかだったら多分すっごい面倒くさかったんですよ、うん、というのは全然ないので、うん、まあ、最初のまあその価値観のすり合わせっていうのはすごくよくできたんでしょうね、うんうん、実際でこちらのお家が完成して、まあ、住まれて、はい、まあ、もう10年経つんですけども、実際にこう出来上がった瞬間のことって覚えてますか。天井大丈夫でしたか。いや大丈夫。あれ思ったより低いみたいな。毎週のように、あ、何もあできたなぐらい。なるほどなるほどなるほど。少しなんか言ったけど、家できて全然終わってないな。おお。でも、はあ、もう二人で話して、ほう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 、つまり家建って住み始めたじゃないですか、うんうんうん。家完成しましたっていう感じじゃなかったんです。だって庭が全然だってもう植栽も。出来上がってないし、あ、もう植えてはあるけど、あるけど出来上がってないし、うん、家もまだまだ馴染んでないっていうんですかね、まあ、やれることがあるっていうか、うん、まあ、家具もそうだし、うんうん、だからその時にやった終わったっていうそういう感じではなかったと、ちょっと変わってますよ。まあでもそれを楽しめるって感じでね、まだまだもうこれ箱ができて終わりじゃなくて、そこに色つけたりとか物を入れたりとか、まあそういう楽しみがまだあるんだなっていう感覚やったんかもしれないですよね。できて終わりで、あとはただ単にこう住む箱として割り切るんではなくて、まあこの住まいを楽しむっていう、そう、暮らすってそういうことだなって思いますよね。その家具を選ぶにしても、絵を飾るにしても、本当に何年もかけて
選ばれてるし、うん、その辺のやっぱりスマイルさんのこう接種力高いところになりますよね。実際こういったこの木の家に10年住まれてめちゃくちゃいいところはもう多分いっぱいあると思うんですけども、うん、逆にここはちょっと気になるかなとか、なんかそういうのって逆にあったりしますか？もちろん建具が木なので、はい、そういう部分の狂いはどうしても出てきて、はい、そういうのを気にする人はいるのかなって思いながら住んでいるんだろうなと思って、僕は違うけどって感じですね。立て付けが悪くなってきたりとか、うん、場所によってはちょっとこう隙間が空いてしまう、はい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 、あの玄関の扉とかは今多分木が痩せてきてる、うん、鍵がかかりますよね、うんうんうん、だからそういう意味で変化もあります。ただまあそれを悪いって思ったことはないから、ただの劣化とはまたちょっと違う。そう、価値観ですね、うん、だから変わっていくものだから、建てた当時からの変化でしかなくて、うん、それをこういいと思うか悪いと思うか人それぞれなのかな、うん、それを気にする人は綺麗に建てちゃった、うん、そもそもね、お互い不幸ですよね、作る側も、うん、住まう側も、うん、確かにだから変化なんですよ、うん、変化じゃない、対応できるからあとはまあ今はそんなことないけど、うん、この家建てた当時そんな機密がどうとかって、うん、考えてない。あの冬は寒いです。なるほど、寒いですね。なるほど、なるほど。今はどうかわからないけど、うん、今はどうなんですか、うん、暖かいですって言いたいけど言えないですね。僕がそのよく思うのは、例えば飯田さんが設計するときに、いやうちの家冬めっちゃ暖かいよって言って、もしお二人が住まれて今の不満を言うんだったらこれはダメだなと思うわけなんですよ、うん、でもね、それを言ってるわけでもないしっていう、なんか騙したわけではないっていうのがすごいなんか大事なんかなと思ってて、最近やっぱ多いのはね、あったかいようちの家っていうふうに言って住んでみて実はそうじゃないっていうところがめちゃくちゃ多いので、それが一番ちょっと不幸だなと思って、僕はその啓蒙活動を今頑張ってやってるという感じなんですけどね、ちゃんとした人にちゃんと作ってもらう、それがちゃんとしたものっていうのがあったかいからいいだけじゃなくて、ね、性能が高いからいい、太陽光が乗ってる家だからいいとかじゃなくて、やっぱりお互いが納得して建てる家っていうのがやっぱりいい家だという、いい家の家庭が全然違うので、まあそれは今回このオーナーさんとあの飯田さんがすごい合ったと、いうことなのかなというふうに思うんですけどね。この動画をね、まあ、見てる方も含めて、まあ、私もそうなんですけども、どちらかといえば工務店さんとか設計事務所さんで家作りをしてほしいという活動もしておりまして、オーナーさんで先ほど言いましたように、そのまあ住友林業さんを含めてですね、大手ハウスメーカーさんっていうところの選択肢もある中で、オーナーさんから見る工務店さんとそのハウスメーカーって言われるところのなんか違いって何かあるんですかね。なんか先ほど言ったまあ見た目いうのは当然なんかこうやっぱりあると思うんですけど、ただでも工務店の中でも天井が高くて吹き抜けがドーンとあってっていうところもいっぱいあると思うんですけど、オーナーさんが思うそのなんかハウスメーカーと良さと工務店さんの良さとあると思うんですけど、そのなんか違いとかってなんか何でこう見てはるんかなっていうのを逆に聞きたい感じなんですけど、うん、多分コミュニケーションをしている、うん、まあ、窓口と、あ、設計の窓口がすごく近いことなのかなとは思ってました。なるほど。あの当時本当飯田さん一人でやってたんで、はい、お願いしたことが、まあ、図面に落とし込まれる、はい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 、家庭はもう直じゃないですか。ただどうしてもメーカーさんになると営業さんがいて、はい、で設計は別の部署で、そうですね、はい、でその設計の方はもちろん他の案件も多分、はい、掛け持ちをしながらやっていう中で、思いの部分が落とし込まれにくいのかな、まあ 100% そうではないと思うんですけど、そういう傾向にはある気がします。だからメーカーさんでも多分やり方上手い人に当たればいいんだと思う。ただ当時はなかなかそういう機会に恵まれなかったので、飯田さんであって、どちらかというとそっちを選ぶ、はい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 、っていう感覚はあります。なるほど。他の工務店さんに声かけてないから。ああ、設計事務さんも声かけてはない。全然行っても、ね、行っても見に行ってもない。ないよくたどり着きましたね。しかもこんなのによく頼んだなと改めて思うけど。
そういうこだわりがなかったですね。設計だとか、あ、別に飯田さんに設計してほしい、別のところに建ててほしい、だってそんな細かいことは思ってなくて、はいはいはい、ただ一回飯田さんに話してみよう、まあ、お話しして大丈夫そうか。おだからもしかしたら飯田さん誰かに設計お願いしてたかもしれない。うん、で約束してるわけじゃないですもんね、はい、飯田さん自分が設計するよって設計しますって言ってるわけじゃないので、全体感ではなくて飯田さんとやってうまくいったのはそこなのかなっていう気がします。なるほどね。ホームページを見られてその施工事例とかも見てたわけですよね。まあ一応一応まあ、まあ、そんなやってないですよね。4棟5棟ぐらいで、ぐらいで、そうですね、4棟5棟しか施工事例が載ってない よくたどり着きましたね。これ賠償なんでしょうね、うん、で僕にとってもこの家はすごく大きくターニングポイントの住宅なんですよ、はいはいはい、だから暗くてもいいんだ低くてもいいんだっていうのを実際に思ってはいたけど、それを求める人がいる、でそれに住んで喜んでもらう人がいるって考えたらもっといるんじゃねって思う。で実際自分もそこの、まあ、住んではいないけれども自分が身を置いた時にすごい心地がいいなと思うし、今でもこの家は住みたいなって確実に思えるし、そういう家を自分がいいと思えるものをもっと広げていきたいって思えた住宅の一つきっかけですね、うん、すごく大きかったですよ僕にとっては。家を守るっていう使命感ってありますからね、はい、僕たち千葉の工程って、うん、設計事務所さんは悪口ではなく、あの設計しかしないっていうのが、まあ、一般的に設計事務所なので、うん、そこを僕らは作るので、だから設計事務所さんが設計されたけど千葉の工務店が作る、でその千葉の工務店は設計事務所さんの家を守るっていう、うん、でもちろん内部の設計の人たちが作ったものだとしてもそれは守るっていう、でそれを会社を続けるで守り続けるっていうのが千葉の本当の工務店の役割なので、うん、そういう意味では僕らはずっと続けなくちゃいけないし、まあ、メーカーさんもそうかもしれない、そういう意味ではそうかもしれないけど、よりなんか強い気しません？そうですね、その辺は強いと思いますね、うん、はい、はい、じゃあすいません今日どうもお忙しいところありがとうございました。今からね、まあ、家づくり、される方ね、この動画見て一つでもね、ヒントがあればいいのかなというふうに思います。まあ、基本的に僕らね、まあ、どっちかと先ほども言ったんですけどもね、ぜひあの地元の工務店さん、設計事務所さんでね、家づくりをどちらかというと進めてほしいと、うん、まあ、思っているという、そういう選択肢もぜひ入れてほしいというふうに思って、まあ、こういうふうに取らせていただいておりますので、まあ、あの、ハウスメーカーさん検討される方も見てね、一度地場の工務店さんね、足を運んでいただいて家づくりいろいろ、あの、知っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日はすいません。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK です。ありがとうございます。いいですね。でも本当でも築10年に思えないっていうのが、ね、うん、そうです。りょうちゃんの作風が変わってないのがすごいね。俺これそう10年前からこんなんやったんね。10年経って、いや意外りょうちゃん自体が若返った気がするっていう。あ、何でそうするとしよう。ずっと昔からこんなんですよ。大丈夫ですか。最初のホームページの時はなんか素朴な感じ。あの動画と動いたら違うみたいな。こんなイメージじゃなかったけど。あれよく喋るなみたいな。思ってたんですけど、でもそれが逆に気分になって。よかったですか。ほんまですか。まあまあ業界では癖があるんで。癖強めなんで。言うのよ。本田さんが言うのよ。他の、うん、癖同士。癖強いから。たぶんうちいて立てなかったら絶対たぶん他立てられないんじゃないかっていう。ああ。気付かんかもしれない。でもさっきの話で別に木の家が建てたいわけでもない、なんかね、そういうなんかこうめちゃくちゃ、りょうちゃんで設計してほしいっていう感じでもなんかこのね、うんうん、あの作風が良かったっていうのが、一応見たけど、いうところから来て、ここのクオリティが出せるんです、ね、出てくるっていう。いやすごいですよね。普通ないですね。やっぱり施工事例見て、この作風がいいとか、このディテールがいいとかって、やっぱり僕らそこがね、一つの売りではなきゃね、ポイントになるんで。結構衝撃的でしたよね。えっと思って。でもなんとなく日本の建築っていうのが建てたくて。あ、もともとそこはまあさっきの昔の環境からあったってことですよね。
実際でも地元でなかったんですかね、公務店とかそういうのも全然そうこういうニアリーじゃないですけど、なかった。だって5ページ目に出てくるんだだいぶあるんだよ、その前に40社ぐらいあるわけよね。絶対あったと思うんだけど。へー、でも総合展示場に行ってスミリンは見たんですよね。まあ、他も一回行って、はい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 、一応まあ、まだ昨日家寄りですもんね、言って。あ、なるほど。営業さんが行こうかなって言ったら、本当にその時にたまたまいた営業さんがすごくこう感覚の合う人で、じゃあ一旦ちょっと進んでみましょうかって。はいはいはい。他のとこも行き行って営業さんも一回それでなんかいろいろ。まあまあありますよね。ちょっと無理。無理。ちょっと無理。へー、皆さんとの打ち合わせは全然苦じゃないけど、うん、スミリンの打ち合わせは本当に苦本当につらかった。ああ、結婚式の打ち合わせしてみたいな。いや、それどうしたら、うんちゃうでも2人ともそうです。あ、いやだ、なるほど。はい、よかったよかったよかったです。あ、だからドキドキして今。スミリンさんのいいところがあって、見学会とか呼んでいただいて、あの1階の耐震構造の、あ、はい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 、構造の見学会とか、いっぱい質問したら、そのね、技術作った人がいて、その人と3人ですごいずっと話してた。みんなは営業さんついてたから、そこの営業さんとなんかワイワイやってると、もう3人でその技術がどんなに大変だったかみたいな話を聞いて楽しんでたわけですね。すごく心よく話してくれて、すごくいいメーカーさんでした。なるほどね。やっぱ変わってますね、私。そこでもリアルとは。あと、スミリンの営業さんも、あと、独立されちゃったんですよ。あ、そうなんだ。はい、だから、多分。やっぱできるんですよね。多分できる、できる子だったんですよ、多分ね。かもしれない。うん、なるほど。その人が、こう、家づくりで自由に。ああ。自由だから、とにかくやりたいことを全部話してほしい。はいはい。そう。でも、そしたらスミリンにいない方が。そうそうそう。ということな、ということになるんよ。なりますよ、ね。絶対ここ使えないけどさ。いや、使うよ。使うかい。やめてよ。ありがとうございました。でもね、ほんとその自由だね。そうですね。あ、まあ、やっぱり人付き合いなんですよ。うん、結局ね。きっとね。家のお客さん、だから作らないんですよ。だから断る。うん。お互い不幸になるからね。その経験はまあ、皆さん、僕らがしてますからね。あーっていうので、でもなー、会社回さなきゃいけないしみたいな。そういうのもあるし、うちみたいに小規模だからそれは全然許されるけど、まあ、大きくなっちゃうとなかなか、そうそうそう、なんですよね。人も抱えると人を養う必要ができちゃうから。まさにそれですね、うん、だから大きければね、ある程度こう母体があるから安心というか、あの融通が効く、とも限らないのかな。大きい安心、まあ、メーカーだからっていう安心もあるし、小さいからこそちょこちょこね、こう困りきくっていう楽しさというか、ああ、まあまあ、うん、頼りがいというか、うん、もあるし、一長一短だけど、どっちが正解とも言えないけど、合うか合わないかですよね、その経営感というか。もう本当になんかちょっと違うなっていうことがあったときに、うん、でも、あの人一緒に俺がいたからな、うん、こんなもんだろうなって思えるか、どうかですよね。うん、皆さんが多分ね、なんか違うなを感じる前に家を決めちゃうんですよ。あ、もうなんか、さっきやっぱ言ったゴールがあったりする方が結構やっぱ多いんですよね。で、うちなんかもまあそうなんですけど、その、うちもまあおかげさまでその行列ができててってなってるので、すぐに入れないの、一応分かってきてくれるのでいいんですけど、やっぱり中にはやっぱり、1年以内に入りたいとかいう方とか、やっぱそこからスタートの方が多いんですよね。1年以内に竣工できますかっていうところから質問される。え、なんでですかって言ったら、やっぱ子供の、まあその都合はね、あるんで分かるんですけど、まあやっぱそうするとやっぱり勉強する時間、オーナーさんがやっぱり家を学ぶ時間とか、数を見に行く時間ってやっぱり少なくなるので、やっぱそういうので、やっぱりもう、あ、じゃあもうこの3つ、3つみたいな、どこどこみたいな。じゃあもうここでいいやん、みたいな。安いし、みたいな。そんな感じの軽いノリで決める方が多いんじゃないかなと思うんですよね。だから先ほどちょっと言われた3年ぐらいあったって、その前段階が。あ、やっぱそこが大きいんやと思いますね。その3年があったから、飯田さんにたどり着いたっていう
多分それが1ヶ月じゃ多分たどり着かないと思うんですよ。スミリン止まりぐらいだと思うんですよ、やっぱり。本当に、あ、担当さんいいし、もういっか、みたいな。時間ないし、うん。なんか天井高高いけど、うちの親はちょっと低くしてくれるかな、ぐらいな感じで。なんかそんな感じで多分ね、始まって終わるんだと思うんですけどね。あそこのやっぱり時間って大事ですよね。まあ、その辺やっぱ皆さんもこう有効に使っていただきたいな、というところで、本当に締めていいでしょうか。ありがとうございました。